皆さんこんにちは。じゃあ、それでは、休憩前に引き続き経済企業委員会を再開いたします。歳出の、第6巻商工費および第9巻教育費について、経済、文化交流部から説明願います。委員長、山本経済文化交流部長。はい、こんにちは。こんにちは。経済文化交流部部長の山本と申します。経済企業委員会に付託されました議案第5号令和2年度八代市一般会計予算における、経済文化交流部、関連部分につきまして、まず私の方から概要と基本方針の方をご説明させていただきます。釈座にてご説明させていただきます。はい、どうぞ。まず商工政策課関連事業といたしましては、企業誘致対策事業として新たな企業の進出やさらなる企業の投資を促進するために、企業訪問、情報発信、支援制度による手立を講じていくことに加え、新たにプログラミングスクールを通して企業が求める ICT 人材の育成を行う事業を実施いたします。また地域の産業の振興に関しましても、新たに未来創造塾運営事業を創設し、地域産業を担う若手事業者の方々に対し、外部から適切な指導者を招聘し、新たな事業に挑戦する後押しを行う事業を実施いたします。それらと連動する形で、八代県域つながるインターンシップ推進事業では、これらの事業の拠点となるコワーキングスペースの整備、運営などを行い、人と企業に選ばれるまちづくりに取り組んでまいります。商業振興事業といたしましては、商店街の方々はもとより、八代商工会事所や八代市商工会と連携し、活性化を図ってまいります。また中心市街地のにぎわい創出として、商店街でのイベント開催への補助を行うことに加え、新庁舎とアーケードをつなぐ広場としてこいこい広場を設置し、アーケードへの人の流れをさらに創出していきたいと考えております。続きまして、観光振興課関連事業といたしましては、クルーズ客船事業につきましては、八代港クルーズ客船受け入れ実行委員会を中心に、受け入れ環境のさらなる充実化を図るとともに、台湾、香港発着船、欧米富裕層を主な顧客とするラグジュアリー船などといった多様な客船の誘致に向け、ポートセールスを強化してまいります。また川町づくり推進事業では、球磨川河川敷溶廃石下流の砂岩降水敷一帯を溶廃八の字広場として、本年8月から供用開始をいたします。さらに東洋交流センターせせらぎ最適化につきましては、来年度の道の駅認定に向け、必要となる施設の整備に着手いたします。続きまして、国際港湾振興課関連事業といたしましては、今月完成予定の国際クルーズ拠点整備事業が、国、県およびロイヤルカリビアンクルーズ社により計画通り整備され、物流と人流が区分されることとなり、利便性向上が期待されますことから、今後さらなる港湾企業の充実について関係者にお願いしてまいりたいと考えております。このような中、平成11年に国際コンテナ貨物の取扱いが開始されて以降、その取扱量は近年増加傾向にあり、底落ちではございますが、令和元年も平成30年に引き続き過去最高の国際コンテナ取扱量 22,678TEU を記録いたしました。今後もこのようなハード整備に合わせ、積極的なポートセールスによる既存貨物の増大および新規貨物の獲得、さらには八代港の利便性向上に向けた中国、台湾、東南アジア等への新規航路開拓を図ってまいります。なお来年度の体制につきましては、八代港において国際クルーズ拠点の供用が開始されることから、国際クルーズ拠点を核とした観光客誘致の一層の促進を図るため、国際港湾振興課のクルーズ船誘致部門を観光振興課に統合し、観光クルーズ振興課を新設いたします。さらに伸び続けている国際コンテナ取扱量を地域の雇用と経済の活性化につなげるため、国際港湾振興課の貿易港振興部門を商工政策課に統合し、商工港湾振興課を新設いたします。続きまして、イベント推進課関連事業にございますが、全国花火競技大会等のイベントにつきまして、運営体制を強化し、業務の効率化を進めつつ、安全安心でさらに楽しく魅力的に発展させることにより、にぎわいの創出を図ってまいります。続きまして、文化振興課関連事業でございますが、八代民族伝統芸能伝承館仮称の整備につきましては、すでに工事に着工し、来年4月までの工期を予定しております。竣工後、展示や施設オープンへの準備を行い、来年夏前の開館を計画しております。
また八代妙天祭をはじめとする地域の伝統行事の活性化や後継者育成に取り組む関係団体の活動を支援するとともに、伝統文化の継承や市民文化の向上を図ってまいります。このほか自主文化事業を例年通り開催することで、良質な文化芸術に親しむ機会づくりを進めてまいります。また現在中間している構成会館につきましては、観客席の地盤沈下等全般的に低年劣化が進行していることから、老朽化や劣化程度の確認点検を考えております。最後にスポーツ振興課関連事業といたしましては、いよいよ開催されます東京2020オリンピック・パラリンピックに伴う聖火リレーの実施やホストタウン事業など、スポーツを生かしたまちづくりを推進するとともに、オリンピックをはじめ国際大会への出場を目指すトップアスリートの育成の支援を継続してまいります。また令和3年度に八代市氷川町で開催されます第76回熊本県民体育祭について、準備委員会及び実行委員会を設立し、大会成功に向けた準備を進めてまいります。体育施設につきましては、東洋スポーツセンターにおける音響設備改修のための工事設定業務委託や、市民球場のスコアボードにある時計の取り替え修繕、市民プールのろ過器取り替え工事を行います。またテニスコートの人工芝の張り替えなどといった市民のスポーツ活動の環境整備にも引き続き力を注いでいきたいと考えております。以上、令和2年度社会経済文化交流部当初予算の概要と方針につきましてご説明をさせていただきました。詳細につきましては次長の岩崎よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。委員長、岩崎経済文化交流部次長。はい、こんにちは。こんにちは、経済文化交流部次長の岩崎です。どうぞよろしくお願いします。恐れ入りますが、座って説明させていただきます。はい、どうぞ。それでは東部所管の投資予算について、主要な事業、新規事業を中心に計上しております予算の内容を抜粋して説明させていただきます。まず予算書の16ページをご覧ください。第6巻商工費の投資予算額として19億9117万3000円を計上しております。前年度と比較しまして1億5380万1000円の増額となっています。続いて記載してあります第9巻教育費のうち、東部関係分の投資予算額として11億6272万6000円を計上しており、前年度と比較して2億9276万5000円の増額となっております。商工費及び東部関係の教育費の合計額は31億5389万9000円、昨年度と比較しまして4億4656万6000円、実にいたしまして約 16.5% の増、また当初予算総額に占める割合は約 5.24% となっております。それでは予算書の90ページをお願いいたします。巻6商工費、項1商工費、目2商工振興費の予算額は11億1288万8000円を計上しており、前年度から1億5627万8000円の増額となっております。増額の主な事業としてはハーモニーホール管理運営事業となっております。なお財源内訳につきましては個別に説明いたします。それでは説明欄をご覧ください。説明欄の2行目、ハーモニーホール管理運営事業1億1881万4000円の主な内容は、多目的ホール会議室の空調設備改修工事9491万4000円を計上しております。なお特定財源といたしまして合併特例債9010万円を予定しております。その3行下の八代港ポートセールス事業1億6315万2000円は、八代港のさらなる利用促進を図るためポートセールス活動を展開するものです。前年度から1151万4000円の増額となっており、その主な要因としてはコンテナ利用、リーファーコンテナ利用の取扱い量の増加を目的に実施しております助成金の増加によるものです。主な内容としてはポートセールス活動旅費300万円、コンテナ利用助成金1億5063万円、
リーファーコンテナ利用拡大助成金600万円としております。次の港八代フェスティバル事業660万円は、港湾関係団体や外交立地企業等が一体となった海洋イベントを開催し、海上自衛隊の艦船や海上保安庁の船舶の一般公開を計画するなど、市民と海の関わりを基本としたイベントで、今回はくまモンポート八代を主会場とし、当初は4月26日に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染防止、来場者の安全を考慮し延期して開催することとし、その開催日につきましては実行委員会において検討してまいります。なお特定財源として全額まちづくり交流基金繰入れ金を予定しております。次に4行下の商店街活性化事業1445万8000円は、本市の商店街が実施するソフト事業、空き店舗を活用した事業、新規出店を支援することによって商店街の魅力を高め、集客力の向上や売上の増加を図るものです。主な内容としましては、商店街活性化事業補助金1250万円のほか、現在整備が進められておりますこいこい広場の関連経費として落成式経費27万7000円、光熱水費3万9000円、 Wi-Fi 通信料7万3000円を予定しております。また特定財源のふるさと八代元気づくり応援基金100万円を活用し、市内で創業1年以内もしくは創業を予定する事業者に対し、創業に必要な経費の一部を補助する八代市創業支援事業補助金を予定しております。次の工業振興補助助成事業1億6248万6000円は、市内企業の技術向上や経営基盤の強化、また人材育成や産業活性化を推進するために補助金を交付しているものです。主な内容としては、産業振興協議会補助金70万円、産業活性化人材育成支援事業補助金135万円、企業振興促進条例補助金1億6033万6000円です。前年度から予算額が3332万7000円増額しており、その主な要因としましては、企業振興促進条例補助金において市内8社にかかる工場等建設補助、用地取得補助、雇用奨励金が来年度から新たに補助対象に適用されることになったことによるものです。なお特定財源として、その他の収入、高等職業訓練校使用料1万2000円を予定しております。次に2行下の企業誘致対策事業1873万3000円は、八代市企業促進条例、企業振興促進条例や八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金の対象事業者を主なターゲットとして、本市の特性を生かした誘致活動を展開するものです。主な内容としては、企業訪問等旅費130万円、情報通信関連企業立地促進補助金527万6000円となっております。また新たな取り組みとして、 ICT ビジネス人材育成事業委託1155万円を予定しております。これは他の自治体で実績のある民間事業者にプログラミングスクールの開催を委託するもので、2ヶ月間月曜日から金曜日まで週5日のスクールを1日あたり昼と夜の3時間ずつ開催するもので、年間計6ヶ月間開催する予定となっております。なお特定財源として、県出金地域づくり夢チャレンジ推進補助金866万2000円、その他の収入として企業版ふるさと納税288万8000円を予定しております。次の八代県域つながるインターンシップ推進事業4136万8000円は、地方創生推進交付金の対象事業となっており、学生と市内企業との交流を促進するため専門のスタッフを配置し、新たな雇用の場を確保していくことで若年者の流出抑制と流入促進を図ることを目的としております。平成28年度からの5カ年事業で、来年度が最終5年目となります。主な内容としましては、八代県域つながるインターンシップ推進事業委託2248万2000円です。またふるさと八代元気づくり応援基金を活用したインターンシップ応援事業補助金35万円としており、市外の大学などに在籍する学生または市内の事業者に対し、インターンシップへの参加および受け入れにかかる交通費や宿泊費の一部を補助するものとなっております。
このほか、まちづくり交流基金を活用した新規事業として、コワーキングスペース整備運営事業があります。これは本町アーケード内に共同利用型の仕事環境を実現する場所として、また意欲ある人材と地域産業を担う方々が集い、新たな学びや経験ができる場所として、コワーキングスペースを整備します。その整備・運営にかかる費用として、貸付金1100万円、補助600万円を予定しております。なお、特定財源として、国庫支出金・地方創生推進交付金1124万1000円、その他の収入としまして、氷川町、芦北町からの分担金539万8000円、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入れ金35万円、まちづくり交流基金繰入れ金1700万円を予定しております。次の未来チャレンジ企業創出支援事業806万4000円は一部地方創生推進交付金の対象事業となっており、市内及び県内の経済をリードしていくことが期待される企業を未来チャレンジ企業として認定し、市が配置するコーディネーターによる課題解決やアドバイスなどの支援を行うとともに、企業の新技術新製品の研究開発や自社製品等の販路拡大のため、展示会や商談会などに出展する経費の一部を補助するものです。主な内容としましては、コーディネーター委託料404万7千円、未来チャレンジ企業成長助成補助金400万円です。なお、特定財源として国庫支出金、地方創生推進交付金202万3千円、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入れ金400万円を予定しております。次に未来創造塾運営事業237万6千円としております。これは来年度からの新規事業であり、地域産業を担う若手の方々を対象として八代の未来創造塾を発足し、専門家や実践者学者などの有識者による講義を開催するとともに、塾生同士のディスカッションを通じて地域課題や自分の課題を深く掘り下げることで、塾生自ら具体的なビジネスプランを考え実践していただくものです。連動しまして金融機関等にも支援していただき、産学官金が一体となった地方創生の取り組みにしたいと考えております。主な内容としては、指導者や講師の謝礼や旅費として213万3000円、指導者や講師との協議にかかる旅費として20万8000円、開催に必要な消耗品費として3万5000円を予定しております。なお、特定財源としまして、まちづくり交流基金繰入れ金237万6000円を予定しております。続きまして、木山観光費を説明いたします。予算額5億949万4000円を計上しており、前年度から4071万3000円の減額となっております。減額の主な要因としましては、荒瀬ダム撤去対策事業、川町づくり推進事業が今年度中に完了予定となることによるものです。それでは次のページをご覧ください。説明欄の9行目、日名湖観光施設管理事業358万2000円は、日名湖温泉街の玄関口にありますからくり時計の修繕220万円、日名湖イベント広場の桟敷などの修繕45万円を予定しております。次に4行下の広域交流センター坂本館管理運営事業753万6000円は、指定管理委託料488万3000円のほかに、今年度中に同じ敷地内に完成予定の定庫や休憩所を有する川遊び交流拠点施設の管理業務委託105万3000円、落成敷地のリース経費50万円を予定しております。次に3行下の東洋交流センターせせらぎ最適館管理運営事業1億166万8000円は、指定管理委託料715万円のほかに、道の駅認定にかかる施設整備工事8496万円、ボイラー入れ替え工事462万円、最適館自動ドア新設工事284万2000円等を予定しております。次に産業下のふれあいセンター泉及び農林産物流通加工施設管理運営事業2530万7000円は、指定管理委託料1108万3000円のほかに、レストラン空調改修工事433万1000円、物産館空調改修工事857万5000円を予定しております。次のページをお願いいたします。8行目をご覧ください。
観光交流事業1254万6000円は、八代の観光資源を PR するため、各種メディアを生かした広告宣伝、県内外のエージェントへの売り込み、県内の観光振興を図るための地域連携など、積極的に働きかけを行うとともに、観光物産に関する問い合わせの対応や宿泊施設の案内、イベント案内など、地域の魅力を全国へ向けて発信し、さらなる観光振興を図るものです。主な内容としましては、エージェント訪問、物産展等にかかる旅費62万6千円、パンフレット等印刷製本費95万6千円、また新たな取り組みとして、市の観光情報をさらに効果的に発信するため、1万人以上のフォロワーがいるサイトに業務委託する経費として26万4千円としております。このほか、八代の風作成委託370万円、城下町八代おひな祭り事業委託150万円を予定しております。なお、特定財源としまして、まちづくり交流基金繰入金520万円を予定しております。次の日名郡温泉観光振興事業50万円は、ゴリパラ日名郡フェスティバルにかかる経費となります。日名郡出身タレントでありますゴリケンさんが出演されている福岡のテレビ番組、ゴリケン見聞録が日名郡温泉神社のイベント広場でゴリパラ日名郡フェスティバルとして収録が予定されており、その際必要となりますテントや椅子、簡易トイレをリースするための経費です。なお、特定財源としてまちづくり交流基金繰入金50万円を予定しております。一つ飛ばしまして、海外クルーズ船急増に伴う観光資源強化事業4584万4000円は、地方創生推進交付金の対象事業となっており、一般社団法人 DMO 八代を中心に海外クルーズ船寄港に伴う受け入れ環境整備と県南地域の観光や体験、食と農への評価や関心を高めるとともに、今年度のクルーズ客船事業を集約し、インバウンド事業のさらなる強化を図るものです。主な内容としましては、八代港クルーズ客船受け入れ実行委員会事業負担金700万円、氷川町芦北町との連携事業シトラス観光圏推進協議会負担金351万円、 DMO 八代補助金2573万6千円、この内訳としまして、外部人材の活用等を行う DMO 八代機能強化事業1100万円、インバウンドの受け入れ充実を行う大型クルーズ船等インバウンド事業は1473万6千円を予定しております。このほか、クルーズ客船の船車訪問旅費280万3千円、八代人吉水俣神山草の4市で取り組んでおりますスクラムチャレンジ事業の負担金27万円、外国人観光客のさらなる誘客を図る海外誘致促進事業委託70万円等を予定しております。なお、特定財源として国庫支出金1462万3千円、県支出金100万6千円を予定しております。次に一つ飛ばしまして、ヘルスツーリズム事業3000万円は、こちらも地方創生推進交付金の対象事業となっており、市内の地域資源を生かしながら、ヘルスケアサービスなどの新たなサービスの開発を行いながら、交流人口の増加を図るものです。主な内容としましては、DMO や八代への委託として、ヘルスツーリズム事業委託3000万円、その内訳といたしまして、体験型健康プログラム開発、ヘルスツーリズム商品造成1200万円、プロモーション活動1000万円、人材育成に800万円を予定しております。なお、特定財源といたしまして、国庫支出金1500万円、まちづくり交流基金、繰入れ金1500万円を予定しております。次に一つ飛ばしまして、荒瀬ダム撤去対策事業5823万3000円は、平成30年度から開始した事業で、坂本地区川まちづくり事業としまして、坂本地区に新たな水辺空間の創出を図るため、国と連携し、道の駅坂本館周辺及び荒瀬ダムボートハウス周辺の施設整備を行うもので、平成30年度から令和2年度までの事業期間で整備するものです。事業期間の最終3年目となります来年度の内容としましては、荒瀬ダムボートハウス解体工事費4375万7千円、荒瀬ダムボートハウス解体後の跡地の駐車場舗装工事費1447万6千円としております。
なお特定財源といたしまして検出金5099万5000円充当率 100% の過疎対策事業債720万円を予定しております。次の川町づくり推進事業4046万2000円はこちらも平成30年度から開始した事業で球磨川新萩原橋周辺地区の川町づくり事業 といたしまして、球磨川河川敷にあります溶廃石下流の左岸降水敷一帯を川町広場としまして整備を行うもので国の基盤整備と並行しまして平成30年度から令和2年度までの事業期間で整備するものです。内容としましてはトイレ水飲み場倉庫の整備といたしまして3639万2000円整備されるまでの間トイレのレンタル経費として29万1000円広場管理委託135万6000円広場完成記念式典リース経費60万円常用芝刈り機購入費173万3000円を予定しております。なお特定財源として住居率 95% の合併特例債3450万円まちづくり交流基金繰入金60万円ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金173万3000円などを予定しております。続きまして114ページをお願いいたします。関級教育費、高7、社会教育費、木産、文化施設費で9645万8000円を計上いたしております。前年度から2177万5000円の減額となっております。減額の主な要因としましては、厚生会館管理運営事業分1444万9000円の減額分となっております。それでは説明欄の4行目をご覧ください。文化施設自主文化事業1408万6000円は厚生会館自主文化事業として鏡文化センターで実施されます鑑賞型事業中学生音楽教室演劇ワークショップ狂言やふるさと音楽祭などを予定しております。なお特定財源としてその他の収入自主文化事業入場料450万9000円を予定しております。次の厚生会館施設整備事業990万円は厚生会館が平成元年度以降大規模改修を行っておらず観客席の地盤沈下など全般的に経年劣化が進行していることから来年度設計図書や点検記録などの事前調査予備調査を実施するとともに現地調査を行い課題等を整理し施設利用者の安全性の確保などに必要な改修の必要を判断するため劣化度などを調査するものであります。なお調査完了時期を今年12月までに予定していますことから当初計画しておりました厚生会館と民族伝統芸能伝承館との同時期会館についてはずれが生じるものと考えております。次の目録文化財保護費で7億4363万3000円を計上しております。前年度から5億529万4000円の増額となっております。増額の主な要因としましては民族伝統芸能伝承館整備事業5億256万5000円の増加によるものです。説明欄の一番下の欄埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処理事業1184万4000円は貴重な発掘出土品を後世に伝えるため適切な保存処理を行うものです。主な内容としましては、新庁舎建設に伴う発掘調査で出土した八代城跡二の丸石垣の道具の保存処理業務委託919万3000円、重機等リース料61万7000円を予定しております。なお、特定財源として国庫支出金495万7000円、県支出金49万5000円を予定しております。次のページをお願いいたします。説明欄をご覧ください。伝統文化財復元修復事業508万8000円は平成28年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭の振興行事等が将来にわたり適切に保存継承されるよう復元修復について必要な措置を講じるものです。
内容としましては、かさぼこで使用します水引き膜、新調、整備補助508万8000円となっており、令和2年度は塩屋町の加量瓶ガと平河原町の松を対象予定としております。なお、特定財源、その他の収入としまして、全額ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金を予定しております。次に、5行下の民族伝統芸能伝承館整備事業、6億1929万5000円は、ユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭をはじめ、市内各所の無形民族文化財保存団体における後継者育成や書道部の収蔵施設の確保などの課題に対し、将来にわたる着実な保存継承とともに、公開による情報発信を行うことで、各地域の伝統文化財を生かした本市の活性化が図られるよう、民族伝統芸能伝承館を整備するものです。内容としましては、工事管理業務委託1783万6000円、展示物と制作業務委託1億1657万8000円、建設工事4億6750万円、50万8000円、施設内の各部屋に必要な備品購入費1676万2000円を予定しております。なお、特定財源としまして、住棟率 95% の合併特例債5億7180万円、私有施設整備基金繰入金3012万2000円を予定しております。環球教育費、校8社会体育費、目1社会体育総務費で1億1864万3000円を計上しております。昨年度と比較し、528万4000円の増額となっております。説明欄の5行目をお願いいたします。トップアスリート育成事業180万円は、東京オリンピックを念頭に置いた平成26年度から平成31年度までの事業ではありましたが、指定された選手や指導者からは大会や遠征の際に役立てており、ぜひ続けていただきたいとの要望があっていることや、事業主体である NPO 法人八代市体育協会からも選手の競技力向上に役立てたいと強い意気込みがあっていることから、今後も継続して実施するものです。主な内容としましては、トップアスリート育成事業補助金180万円、内訳としまして各種トレーニング講習会の実施80万円、大会強化合宿などの助成100万円を予定しております。なお、特定財源としてふるさと八代元気づくり応援基金繰入金130万円およびネーミングライツ50万円を予定しております。次のページをお願いいたします。環球教育費、校8社会体育費、目2社会体育事業費で3466万5000円を計上しています。昨年度と比較しまして1億6320万6000円の減額となっております。その主な要因としましては、昨年開催されました女子世界ハンドボール選手権高校総体分が減額となったものです。説明欄の9行目、スポーツ拠点づくり推進事業488万4000円は、熊本地震の影響により平成28年から29年の2カ年間他県での開催となっておりました全国小学生 ABC バドミントン大会を平成30年度から再び本市で開催しているものです。この大会を継続することによって、バドミントン王国八代を目指すものであります。主な内容としましては、全国小学生 ABC バドミントン大会の負担金488万4千円です。なお、特定財源としまして、全額まちづくり交流基金繰入金を予定しております。次の大規模スポーツ大会等誘致事業300万円は、スポーツ大会合宿等の積極的な誘致開催を通じて、本市に賑わいをもたらすとともに、スポーツの振興、交流人口の拡大を図るものです。主な内容としましては、合宿応援補助金67万2000円、大会運営補助金163万円を予定しております。また、新たな取り組みといたしまして、スポーツ大会や合宿の誘致など、スポーツを通じたさらなる交流拡大について効果的な手法を検討するため、スポーツコンベンション検討委員会を設置し、会社にかかる経費として28万4千円としているところでございます。次の第76回熊本県民体育祭開催準備事業192万円は、令和3年9月に八代地域で開催される
県民体育祭に向け準備委員会及び実行委員会を設立し、大会スローガンとシンボルマークを公募するなど大会成功に向けた準備を行うものです。主な内容としましては、本市と氷川町で設立します実行委員会の負担金231万円のうち、八代市としての負担分192万円を予定しております。次の東京2020オリンピック聖火リレー開催事業44万8千円は、聖火リレーが令和2年5月6日に開催され、コースとしましては仮設庁舎西側をスタートし、八代城跡を一周し、産業道路を通り町出町と通過し、ハーモニーホールの東側から入りまして、多目的広場ゴールを予定しております。主な内容としましては、来客シャトルバスの運営経費25万8千円、ボランティアスタッフの弁当代9万円などとなっております。次の東京2020オリンピックパラリンピックホストタウン推進事業120万円は、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会に参加する国や地域と相互に交流するホストタウンに本市が登録されたことを機に、スポーツ分野などでのさらなる交流を図るものです。主な内容としましては、令和2年5月の八代市と台湾の学生などとのスポーツ文化等の交流に30万円、令和2年6月の台湾バドミントンジュニア選手と本市バドミントンジュニア選手の交流に70万円、台湾オリンピック出場選手の応援経費20万円を予定しており、なお特定財源としまして、まちづくり交流基金繰入金100万円を予定しております。最後に、環球教育費、高8社会体育費、木3社会体育施設費で1億6932万7千円を計上しております。昨年度と比較し、3283万2千円の減額となっております。その主な要因は、総合体育館施設整備分をはじめ、体育施設改修費が全体的に減額となったものであります。それでは次のページ説明欄の下から3行目、下から3行目の八代市テニスコート施設整備事業1969万7千円は、劣化しているテニスコートの2面の人工芝を張り替えるものです。なお特定財源として重取り95% の合併特例債1870万円を予定しております。次の八代市民プール施設整備事業975万7千円は、25メートルプールのろ過装置取り替え工事を予定しております。なお特定財源として全額私有施設整備基金繰入金を予定しております。以上が令和2年度経済文化交流部所管の当初予算の内容となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、野崎君。はい、商店街の関係です。活性化事業というのがありました。1400万ぐらいのものと思います。事業内容の方を詳しくちょっと教えてください。はい、田中商工政策課長。商工政策課の田中でございます。商店街活性化事業ということで、お尋ねの件でございます。これにつきましては、商店街の魅力向上を含めて、ソフト事業とイベント開催での補助、さらには、空き店舗活用への補助、そして今回につきましては、新規で恋恋広場のオープニングについての費用等を挙げておるものでございます。商店街活性化事業の主なものと言いますのは、商店街で行われるイベントでございますが、例を申しますと、それぞれの本町1丁目2丁目3丁目で行われております、例えば通り町でいうと軽トラ市とか、さらにはみんなで連合事業ということで、町ある活性化協議会で行っておられます城下町や鶴のおひな祭り、本町丸瀬町、
そういうものに対して補助支援を行うものでございます。以上でございます。はい、野崎、はい、ありがとうございました。ですね、すみません、ICT ビジネスの人材育成事業っていうのがありましたけれども、これが実績ある民間事業者っていうところでしたけれども、まあ、その内容についてちょっと教えていただきたいということと、6ヶ月間開催されるというようなことでございましたけれども、スクールに来られる方からその会費とかっていうのは取るのかなっていうのがあったんで、この辺を教えてください。はい、田中商工政策課長。はい、商工政策課田中でございます。ICT ビジネス人材育成事業の今回のものにつきまして、本市で実施したいと考えておりますのは、プログラミングスクールとして、単純にある技術を学ぶだけではなく、さらに受講生が自発的に学ぶ能力をつけてもらうことを目的として、さらにつけてもらった能力で必要なプログラミング技術が、進化してもそれに対応できるような能力をつけていただく、さらにはこう学び直しというような観点でも実施していきたいと考えておるものでございます。例といたしましては、沖縄市、沖縄県沖縄市でやっていらっしゃるものを市の、今回のモデルとして行っておるものでございます。受講の方には40日間5万円で、2ヶ月間で5万円というような形で負担を お願いするというようなところで今考えているところでございます。はい、はい、野崎に。すいません、その事業者さんですねは実績がある、ただ実際での実績があるというようなご説明だったんですけれども、どんな実績なのかっていうところ、はい、まあ多分名前も出るんだろうと思うんですけど、はいはい、田中、商工政策課長。はい、はい、何度も申し上げます、田中でございます。今回の事業者さんにつきましては、先ほどちょっと申しましたが、沖縄市の方でですね、実際にこれを行っていらっしゃる事業者で、ございます。取り組みをちょっとご説明させていただきますと、先ほどのプログラミングを指導することに加えまして、実はその後の創業や就業に対する支援等も行っていらっしゃいます。また代表者の方のネットワークによってですね、有識者の招聘、それを近隣の方への講演会、そういうことも含めてですね、やっていらっしゃるということでございます。沖縄市の実績ということでご紹介をさせて、いただきますと、3年間で企業創業の相談を受けられたのが870名ほど、それと創業支援の実績として3年間で103名ほどと、就業支援として3年間で73名、波及効果としてでございますが、実際そのプログラミングスクールにお見えになった方が、沖縄市の、ちょっと商店街の方ですね、交流が増えて店舗数としては、60店舗以上増えていると、そのような実績をお持ちの方でございます。はい、以上でございます。よろしいですか。はい。はい、他にありませんか。すいません、引き続きで。はい、野崎委員。はい、東洋のですね、最適化なんですけど、道の駅の整備っていうので、8400万ぐらいですね、あったんですけれども、具体的にどんな内容ですか。はい、田中観光振興課長。観光振興課の田中でございます。よろしくお願いします。今回の東洋交流センターのせせらぎ最適化の工事内容でございますが、道の駅認定にかかる工事ということで、今年度ですね、基本実績をしたところでございます。で、令和2年度については、新築工事としてトイレ及び情報発信施設、観光案内とかの情報発信する施設ですね、それと新商社用駐車場の整備ということを予定しております。よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、他にありませんか。
本日よろしいですか。はい、山本委員。今の関連ですけども、認定はもう受けたと。何月も認定受けた。橋本東洋支所地域振興課長。はい、東洋支所橋本です。議員お尋ねの件ですけど、登録申請につきましては平成2年度に計画しております。工事と、すいません、令和2年度ですねに計画しております。まあ、スケジュールとしましては早期に準備に取り掛かりまして、8月頃までには申請をいたしまして、あと審査の期間を考慮しまして、年度末くらいには登録完了させたいと考えております。以上です。はい、委員長。はい、山本委員。最後の言葉で完了させたいという気持ち、というか認定を受けるのはあなたが気持ちで認定するわけいけないわけですから、この辺りはちょっとメーカーに答弁してください。橋本東洋支所地域振興課長。はい、東洋支所橋本で、大変失礼いたしました。今説明しました部分につきましては、最終的な認定の権限が国交省さんにあるということでしたが、こちらとしましては年度末には登録を確実に目指していきたいと思っております。以上です。委員長。はい、山本委員。担当の部署部分ですから、その年度末にはという、まだこれもまたあやめな説明でね、国交省が最終的には認定というのはもう確定をするというのを、やっぱこう委員会にはそれを説明しなければ、この予算計上したのはね、関連の設備等だから、なんで事前的なね、そういう整備をするのかというのがあるわけよ。ねえ、と思いますよ。はい、ちょっとそこあたりはちょっと待って、明確にしてください。橋本東洋支所地域振興課長。はい、東洋支所橋本で、大変失礼いたしました。議員おっしゃります通り、本年度につきまして、登録申請内容につきまして事前に、熊本県の道路保全課及び関係します国交省の部署と2月の中旬ぐらいに、最終的な打ち合わせをしておりますので、申請につきましてはほぼ大丈夫なところまではまとめているような状況でございます。大変言葉が足りなくて、説明が悪くて申し訳ございませんでした。はい、委員長。はい、山本委員。一応年度末には国交省としてはもう大体認定をするというような状況であると、はい、いうことで、認識していいですね。はい、わ、はい、かりました。はい、他にありませんか。はい、はい、野崎委員。はい、やっぱりこのクルーズ船の受け入れ実行委員会の事業負担金というのがあったんですけれども、その参加団体数とか主な団体名というのをちょっと教えていただきたいというのと、事業計画書の内容的なものはどんなものがあるのかなというのがあったので、教えてもらってよろしいですか。はい、田中観光振興課長。ただいまありました八代港クルーズ客船受け入れ実行委員会についてですね、お答えいたします。で、参加団体は基本的にはですね、八代市、熊本県は県南広域本部となっております。それとは DMO 八代、八代商工会議所、このメンバーが主たるメンバーということになっておりますけれども、この中でですね、いろんな訪問地、それとかいろいろ観光施設等もございますので、そういった避難口地域とか、あとは、旅館組合とか、中心商店街の組合の皆さん方とかもですね、一応メンバーに入れるような形では活動をしているところでございます。で、主な活動内容でございますが、このクルーズ実行委員会、3つの柱を掲げておりまして、来訪者を温かく迎え、ストレスなく八代を楽しんでいただくということにしております。で、具体的には八代を温かく迎えるということで、最近こう道路とかでよく見かけられるかもしれませんけども、手を振る運動ということで、
横断幕だったりポスターだったり貼ったりしております。クルーズサポーター制度ということで、クルーズが港に来た時にですね、手を振る運動をしたりとかということを予定しております。現在約100名ぐらいの登録になっております。そして2つ目のストレスなくということで、よく海外からのお客さんが Wi-Fi を使うということで、中心商店街等において Wi-Fi の環境整備、あるいは多言語でのメニュー化、レストランとかでの多言語のメニュー化等の整備に取り組んでいるものでございます。そして、楽しく楽しんでいただくということで、八代のいろんな観光素材を生かした着地型旅行商品というのを作っているところでございます。以上でございます。よろしいですか。はい。はい、野崎君。はい。すみません、引き続きなんですけど、クルーズ船のですね、インバウンド事業というのがあるんですけれども、ここら辺のところ少し内容をもう少し聞いてよろしいですか。田中観光振興課長。クルーズ船のインバウンド事業ということで、先ほど申し上げました内容と重複する部分があるんですけども、海外からクルーズ八代港を降りてですね、その後シャトルバスで中心商店街日向温泉に向かっていただくための仕掛けとしてのシャトルバスの運行であったりとか、先ほど申し上げました通りに八代ならではのですね、例えばこれからですけどもちくわ焼き体験だったりとか、バンペイユのアロマ体験だったりとかですね、そういうあと観光農園の体験だったりとか、そういったものも今後開発していきたいというふうに思っております。はい、野崎委員。はい、今ちょっとインバウンドの関係で聞いたんですけれども、やっぱり今の現状の中で外国人観光客がこう非常に減少してくるっていう、コロナウイルスの関係なんですけれども、そこら辺についてはそういうものはもう関係なく、今決まっているこの状況の中で事業を実施していくっていう、進めていこうということですか。はい、田中観光振興課長。確かにですね、国の方から、九州にですね、多くの外国人、韓国および中国がですね、多くのそこの2カ国が、九州には多く入ってきているところでございますが、確かに今回のコロナの関係でですね、中国、韓国においては日本への入国制限と、一定のエリアですけども、全部ということではないんですけども、入国制限がかかったところでございます。でそういった中で、国の方からはですね、今はお客さんを呼ぶのはなかなか難しいけども、この時期に、収束後お客さんをたくさん呼ぶために、この時期に一生懸命その受け入れ環境を整備しようという方針が出されましたので、市としてもその国の動きと合わせながらですね、取り組みを進めていきたいと思います。はい、はい、野崎。はい、わかりました。あとですね、ヘルスツーリズム事業っていうのもやられるっていうことでこうお伺いしたんですけれども、これもやっぱりあれです、外国人インバウンド採用なんですか。どっちだ。はい、田中観光振興課長。はい、ヘルスツーリズム事業ということで、地方創生交付金を活用してですね、3カ年の事業で取り組んでおります。今年から始めて、来年のが2年目になりますけれども、こちらについては、国内外のお客さん向けと、国内外のお客さんに楽しんでいただくということで、事業は進めているところでございます。その中で、やはりそのインバウンド向けの素材であったりとかというものも出てくると思いますので、そういったものについてはインバウンドクルーズ船、の旅行商品の方にもですね、つなげていきたいというふうに思います。野崎君。はい、で事業の中でですね、人材育成っていうところに800万ほどですね、かけてある部分があるっていうようなことなんですけれども、この人材育成っていうのは、その八代の人をどこか発掘してきてから育てて、ずっと引き続きこういい方向に向かわせたいっていう、その
いうことなのか、よそから連れてきてやるのか、どっちなのかっていうのがあるんですけど、分かる。はい、田中観光振興課長。このヘルスツーリズム事業をですね、今後八代の観光振興事業の核として考えております。でそのために、DMO 八代の中にですね、この専門人材というのを育成していきたいというふうに思っております。まあ、具体的に何をするかというと、その今さっき言いましたような素材をもとに旅行商品の開発であったりとか、さらにそれが旅行商品となればその後の受付、さらにはその商品の磨き上げでブラッシュアップとかもあります、あると思いますので、そういったものを担っていただこうというふうに思っております。まあ、採用にあたっては、今年度は DMO の中の職員でしたけども、800万ということでまた予定しておりますので、新たな人材をですね、これは市内外いい人材がいれば、いい人材をですね見つけていきたいというふうに思っています。はい、野崎君。すみません、具体的にその何名、800万で何名なんですか？1人ですか？800名で一応2名ですね、2名ですね、専門で。今年1名雇いましたので、予算的には来年度1名追加という形で。直接やり取りさせたら、手を挙げてください。はい、野崎君。はい、わかりました。DMO の関係なんですけど、もう何年目かとかっていうふうになるかと思うとですけれども、その国からの交付金事業っていうのがあとどれぐらいあるのかっていうところで、その独り立ちできるような状況になって育ってきてるのかどうかっていうのがですね、ちょっと心配なんですよ。国からの助成金とか補助金とかがなくなった時に立ち入り看護のならせんとかなっていう、やっぱ一抹の不安は持ってるもんですから、そこら辺のところの DMO の今の人の状況っていうのはどういったところですかね。目標に向かって、どこら辺まで進んでるのかっていうところで教えてもらいたいんですけど。はい、田中観光振興課長。DMO への補助金としまして、クルーズの地方創生交付金とこのヘルスツーリズム事業がございます。でヘルスツーリズム事業は去年からやってるところで、そうやって八代の核となるように今後作り上げていきたいというふうに思っているところでございますが、クルーズの地方創生交付金についてはですね、事業開始当初海外からのクルーズ船がたくさん来るだろうと、事実平成29年度には60、6隻というクルーズ船が入ってきたところでございます。でそれに向けてたくさんの外国人、クルーズのお客さんが来るということで、地方創生交付金を活用しながら受け入れ環境の整備をしてきたところでございますが、実際にはそのツアーの内容、その後クルーズ船の入港数はですねどんどん減ってきまして、なおかつクルーズ船の状況が中国からのお客さんが多い、中国からのお客さんについては免税店を回るということで、今までちょっと仕掛けてきた部分がですねなかなかこう取り組みとして生かされてきてないというところがまず一つあります。それと現状としてクルーズ船のツアーに関してはですね、船会社、それと船会社に紐づいているというか、直接結びついている旅行会社、こちらの力が強いというか、そのためになかなかその DMO が旅行商品として作ってそこに入り込むということがなかなか現実的には難しいと、要はそのクルーズ船のツアーに関してですね、収益を上げるというのはなかなか難しいというのがこの4年間で見えてきたところでございます。そういった意味で先ほどのヘルスツーリズム、あるいは今ですね実際にその DMO の事業仕分けというものをやっておりまして、でその中で、ちょっと言葉があれですけども、日銭が稼げるというか、日々お金が上げれるようなですね収益性のある事業をですね新たに、開発取り組んでいかなければならないのかなということで今考えているところでございます。はい、野崎に。はい、日々その世の中の状況とかも変わっていきながら、そのDMO としても、八代市としてもいろいろとこう取り組みを変えながらやってきてるっていうところで理解しておけばですかね。大丈夫ですかね。はい、よろしいですか。はい、はい、他にありませんか。委員長、関連でいいですか。はい、山本委員。今の説明を聞きながら不安を感じたというのが、野崎委員が今質問された中でですね、
まあ、4年間をずっと見てきた中で、成果というか投資はしたけれども効果が少ないというのが現実だと思うんですよ。で、まあ、32ページなんですけども、私が見る中では見直しをしなければ古生に関する関連企業等々についてもですね、大変今経営上苦しくなってきていると。一つの例を言えば、あそこにガードマンさん警備をされた方々、これはものすごく八代に投資されたんです。八代市民の方々からですね、職員を採用しながら夢と希望を持ってあそこに出張してもらえた。ところがクルーセンは入ってこん、警備は何もないというような状況で、それでも職員はやはり社員は囲んでおかなきゃいけないという大変なあの企業の経営なんですと。あとどうなるんでしょうかというふうな、そういうお話も、まあ、以前聞いたことがありますけどね、まあ、そういうことを考えれば今言われた八代のバージョンの中でですね、もう本当にこうクルーセンの家主の強さというのは、偉大な強さ、力があるということを職員の方々は感じておられると思うんですよ。絶対引かない。そこら辺りでどうやって県としてこれをですね、やはりあの地元の経済効果を考えて、県が考えればもう少し考えなければこれ DNA があって何もできないと思うんです。そういうことで、まあ、予算付けしてありますから、これはですね、皆さん方がこれからの一つ活用の中でですね、予算をつけた以上はそれをどうやって成果を上げるかということを考えていただきたい、そのように思います。意見要望でいいですか？いや、お聞きしたいと思います。決意と何か私の質問に対して。じゃあどなたか、はい、田中観光振興課長。はい、ご意見ありがとうございます。八代についてはですね、先ほど言いましたように今現在としては中国あのクルーズ船が主となっております。ほぼほぼ入ってくる 99% 中国からとなっております。ところが他の港とかを見ると台湾や香港や、あるいは横浜発着の欧米人のツアー、まあ、今回はそのダイヤモンドプリンセスもそうでしたが、まあ、そういった方々っていうのは個人で動かれる方が多くて、まあ、街歩き中心 商店街等でですね、その土地ならではのお買い物をするのも一つの楽しみだというふうに聞いております。まあ、今年度予算としてですね、まあ、活動費の方を、まあ、昨年から増額してあげておりますけれども、そういった中国以外のクルーズ船についてもですね、積極的な誘致を展開して、で八代のクルーズ船による経済効果、こちらの方も高めていきたいというふうに考えております。委員長、山本です。そこまで説明された件だから、中国もんじゃ、まあ、海外からのクルーズ船というのは国内からも来るんですよね。海外からじゃないんですよ。まあ、そこのあたりは、まあ、旅行主と、それからやっぱその、まあ、日本の旅行者等々も考えながら、まあ、日本優先等々もあるわけですけども、八代港に入り、八代でやはりそのまあ遊んで観光して帰っていただく、これが経済効果なんですよ。ストレートでその熊本城行ったり、阿蘇行ったり、鹿児島に行ったり、福岡に行ったり、大分に行ったりして、夕方に帰ってきてから帰るというような、このスタンスをやっぱ変えなければ、どんなにですね投資してもですね、八代に経済効果って落ちない。これはもう私がどこに行ってもですね、私中国も何十回行きましたけど、それは商売は並大じゃないですよ。日本の企業はやっぱり倒産して帰ってくるような状況で、まあ、そういうことを考えればですね、やっぱり八代の魅力、観光魅力というのを作っていかなきゃ、指摘をですね。だからまあそこで、今も答弁いりますね、説明が。委員長。はい、山本委員。改めて、そこで観光のですね、日名具の観光交流施設、夢倉庫からですね、それから新しく今回、時計の取り替えの修繕、ページは30ページです。大変予算をつけていただいておられると思いますけど、まずは観光地といえば、やっぱ温泉地が一番観光地なんですね。で、観光地の整備というのはどうしたらいいのかという、人が来るですね。温泉があるから来る、
食べ物が美味しいから来る、その環境がいいから来る、そういうのを考えた中で今回についてはそういう予算をつけられて、まずはからくり時計の修繕等々、これはやっぱり あそこにも私も言ったんですけども、まあ、修繕、中であります、修繕途中であります、書いてありました。だからそれを見ていつかなと思っておりましたところが、まあ、岩崎市長なり、まあ、山本部長あたりのご努力で予算化をしてありました。これはもう早くも1年も早くですね、23月定例会投資を可決しますから、もうすぐですね対応していただきたいと思いますけども、まあ、そういう中でやはり観光という場所を作らなければクルーズ船とは絶対結びつかないんですよ。これはですね、八代にはもうこの日名子温泉観光地しかありませんよ。まあ、そういうことを考えていただきたいと思いますが、このからくりの修繕等についてはこの約20万で大体収まりますか。どなたか。はい、田中観光振興課長。日名子温泉のからくり時計につきましては、まあ、昨年度、今年度も予算を計上しておりましたけれども、実際に工事事業者さんの方にですね、見積もり等をお願いしたところ、まあ、かなりな金額、100万とかではない単位の金額がかかるということでございました。まあ、そういった中でどういった形がいいのかということで今回220万計上しておりますけれども、からくり時計とは違った形で何らかその日名子温泉ということを象徴するようなモニュメントができればということで、まあ、予算を計上したところでございます。220万については事業者さんの方にですね、アイディアとして、まあ、灯籠からこう湯煙ができるようなモニュメントということで、まあ、事業者さんの方に見積もりを、まあ、相談したところの金額でございます。はい、山本委員。これは要望になるかと思いますけども、日名子温泉はからくりが玄関のこのモニュメントでありますね。あとは日名子港の整備等々についてもですね、やっぱり日名子港のところの散策道路のところはもう街灯が少なくてですね、大変な状況があると。もう私もお風呂にちょっといつも行くものですから見るんですけども、あそこがもうやはり港の内が濁って、まああいうな状態でですね、まあ浚渫をしなきゃいけないと思うんですけども、あそこあたりの整備等も含めて簡単な高層側はきれいに、まあ、誰ともがあそこで泳いでいいなという感じがするんですけど、このもう日名子の町部に来たらもう本当土手ですよね。まあそこら辺についても何かその次長がいつもおろこべとか何か言われておられた中でですね、あそこからの整備等もですね、やっぱ考えたらどうかなということで、これ要望ですからね。委員長。はい、山本委員。ページの46ページ見てください。指定文化財保存管理事業の文化振興課の担当についてお伺いしますが、まあ、これは新規でありますよね。だから担当は同じ館かな。担当はですね、担当、県の指定でありますので、大相当古墳群と久慈山古墳群、これについての予算が69万3000円予算付けてありますが、これ業務委託はどのような措置の業務委託するのか、内容をちょっと説明してください。沖田文化振興課長。はい、文化振興課沖田でございます。指定文化財保存管理事業につきまして、文化財保存整備補助金、92万4000円、それと指定文化財管理費補助金、これにつきましては、各指定文化財を管理されている方々、まあ、団体とかがございますので、草会とかそういうことの方に、定年で毎年出している分になります。
と新規の大蘇蔵古墳群楠山古墳応急保存処置業務委託につきましては、現在この古墳が古墳の上に簡易な屋根といいますか、トタン板みたいなので作ってあるのがございまして、これが非常に傷んでおりまして、このままだと古墳自体に影響があるということで、それを撤去すると同時に一旦仮埋めをして保存するをきっちり保存するような工事をやるということで業務委託を継承させていただいております。以上です。はい、はい、ありがとうございました。なぜ私がこの予算の計上で、質問したかというと、津波があったらですね、一番高いところが大蘇蔵古蘇蔵なんですよ。でこれは古墳についてですね、まあ、地元からのいろんな今要望等があっているのは、防災公演ができないかなというそういう話もありますし、それについては古墳のこれような 今回の予算つけられたからですね、まあ、そこら辺もこの次の、まあ、会に、6月ぐらいに一般質問すると思います。この大蘇蔵古蘇蔵の防災公演かというのですね、地元からいろんな意見が出ておりますので、それができるかできないかなというのはもう担当部にかかっているんですよ、まあ、私が調べた範囲ではですね、まあ、そういうことでよろしければですね、一旦埋めてその古墳群にふさわしいですね、修繕をしてほしいと、業務委託させていただきたいと、これ要望ですから、もうよろしいです、はい、要望ですからですね、はい、要望として。他にありませんか。はい、野崎委員、はい、あと3つあるんですけど、2つにします。2つ教えてください。大規模スポーツ等の誘致事業ということで、あるんですけれども、今までもですね、いろんなスポーツイベントとかっていうのが、施設がないからできないっていうのはいっぱいあったんですよね。残念ながらこの八代、県南のこの八代でできない、よそではできるけどというのは非常に残念な思いしとったんですけれども、私が思っているそのようなこの大きなスポーツ大会っていうのを開くために、やはり施設充実というのも大事だと思うんですが、今回のこの予算計上されているっていうのは、どういったその規模っていうのを目指しておられるのかとか、今後の展望とかっていうのをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけど。本村スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェクト推進室長。こんにちは、スポーツ振興課本村です。大規模スポーツ多分お尋ねのところ、コンベンションの予算かなというところで、理解しているところなんですけども、このコンベンションの予算につきましては、まあ、いろんな、まあ、今年度も世界女子ハンドボール大会、そしてインターハイで大きな大会が、行われたところでございます。でそれで思ったのがですね、まあ、スポーツは交流人口の拡大とか、まあ、経済活性化に非常に役立つというふうに非常に認識したところであります。これを受けまして、まあ、いわゆるそのスポーツの力でですね、交流人口の拡大だったり関係人口の拡大で経済活性化はできないかというところでですね、スポーツコンベンションスポーツコミッションの方を考えたところでございます。予算につきましては、それの、検討委員会の委員の報酬ということで、予算を計上しているところでございます。まあ、中身につきましては、例えば現在いろんな、まあ、そのスポーツ合宿大会をされるのがあれば、いろんなホテルとかいろんなところに泊まられるわけなんですけども、まあ、そこの価格の統一だったりとか、そうですね、まあ、その県南ですね、県南を含めたその体育施設を利用して安代に宿泊をできる仕組みはできないとか、そういったところを考えているところでございます。施設のでですね、改修だったり拡大ということは、そういったところはですね、今年度には、まあ、今のところちょっと考えてないのかなというようなところでございます。はい、はい、野崎委員。はい、わかりました。内容は分かったんですけれども、
まあ、施設がないとやっぱり何回も言うけど、施設があればできるっていうのがこれまでも何回もですね、宛名が悔しい思いをしてきたというふうに思ってますんで、施設整備頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。あともう一点最後になりますけど、あの厚生会館の関係で、今回改修の必要性を判断するために調査をするんですよというようなことで、約1000万ほどというようなことなんですが、これ結局その方向性としてどうなんですかね、どういうふうに思ってたんですかね。はい、やはり市民からですね、かなり使えなくなったっていうのがですね、非常にこの残念というかですね、そういった話がですね、結構あるもんですから、していつまで使えないのかとか、そういう話が出てますもんですから、今回その修繕するかしないか調査するためのまた調査みたいな予算計上というふうに思いますんで、ちょっともう少しやっぱ明確にですね、市民に対して方向性ないなんないっていうのをちょっと出してもらった方がいいのかなというふうに思いましたので、ちょっと質問いたします。はい、岩崎、経済文化交流部次長。はい、厚生会館のあり方ということで、実は予算を計上させて、今年度予算で予算計上させていただきます、あり方検討会というのを実施しております。合わせまして厚生会館を実は隣の別館を解体いたしまして、今そこに伝承館を、建築中なんですけれども、壊してみたらば半分ぐらい皆さん行かれたこと、まあ、一度はこの現地調査で行っていただきたいと思うんですけれども、かなり傷んでいる状況です。で、内部につきましても、客席が地盤沈下を起こしたり、例えば洪水地か豪雨があった場合には奈落のところとか水がたまりたまったりとかというような状況、それと吊り天井とかがちょっと不安とか、あと外壁あたりも非常に落下の可能性があるとか、非常にこの、開館するにあたっても、利用者の安全の確保、こういったものが重要かなというふうに思っております。そういったことで今回予算計上させていただきまして、まず、安全確保するための改修費としてどれくらい必要になるだろうかと、もう概算になろうかと思いますけど、そういった数字を出させていただくのと、今後この改修するにあたって、まあ、当然費用が出た場合に、その費用が、まあ 費用対効果といいますか、実際にこの再開すべきかどうかというような判断をすべきかなというふうに思ってます。ですから今回の調査、それから あり方検討会の検討結果、あるいは今後実施します市民の皆様へのアンケート調査、あるいは関係者のヒアリング、こういったものを総合的に判断いたしまして、来年度中に、ある程度の方向性を定めたいというふうに考えております。ただいつ再開になるかというのは現時点ではその調査結果を待つ以外ないかなというふうに考えております。以上です。はい、野崎に。はい、まあいろいろと調査の関係しなきゃならないものが今ちょっと教えていただいたと思うんですけども、スピーディーに取り組んでいただいて、まあ、来年度中にはという話だったんで、まあ、できる限り早くですねまとめ上げていただいて、方向性っていうのはもうしっかりと市民の方に出していただくような形でですね、スピーディーに取り組んでいただければというふうに思います。要望でした。はい、委員長よろしいですか。はい、山本委員。私は要望でありません。確認です。今の関連で最終的な岩杉長が言われたのはもう大体ほぼ解体に決まっとるかような、私理解ちょっとしたんですけども、これは文化財等々もあり方検討会で検討されておられると思うんですよ。まあそういう中でやはり市民の方々というのは今野崎に言われたようなそういうのは心配されています。もう大体は市民の方々が諦めとる方々もおられると思いますよ、と思います。もうどうしてあそこ作らせるんだか、本店をうっかやかさせばいいと、まあ、そういう認識を持ってもらうと困るもんだからですね、市民が、うん、だからやっぱりこういうやっぱ委員会である程度議論しながら、その方向性をやっぱ議会も一緒になってから見出していくというのがこの予算計上の審議なんですよ。そうしなければどんなにですね担当の職員がどんな言ってもやはり市民の方々というのはやそこらだの仕分けとものすごく市民感情を持っちゃいかんということをですね、
私は持っていただきたいと思います。今次長が言われた、まあ、劣化等々についても、私があるところのやっぱ行政スタイルでどこも行きますよ。ところが80年90年で庁舎を運営したところもあります。ものすごく文化財で、まあ開けてから例えばという話でも、例を言えば東京の駅なんです。これ一部残してますよね。これがやっぱ何百年という一つのやっぱ新橋からああいう駅、まあ開通したというのがやっぱきあのあれですから、まあ、そういうことを考えればですね、前向きに検討するならば、やはり当時の厚生大臣だった坂田という地元の衆議院議長までされた方々、そういうやっぱしあの名誉ある方々のその気持ちもしっかりと受け止めながらですね、市民の意見を聞きながら、やはりこの委託予算についてもですね、計上して、まあ、見ていただいて、その結果というのはですね、どうなるか分かりませんけども、そういうような理解をしたらどうかなというふうに思いますが、いかがですかな。ご感想を、市長、私の今、質問に対して。答弁ありますか。はい、次は岩崎経済文化交流部次長。はい、まずもって有方検討会のお話を先ほどさせていただきましたけれども、有方検討会 の以前議員の皆様方から、アドバイスがありましたように、透明性を持って議論していくようにということがございましたので、有方検討会の会議結果、こういったものについてはホームページ等で公表していきたいというふうに考えております。まあ、そういった中で、いろんな環境、背景、いろんなものがあろうかと思います。もちろん誇れる57年も経った厚生会館ですので、当然、なんて言いますか、文化的価値のある建築物というのもございますので、そういった、重要な、これまで地域の住民の方々の文化レベルの向上のために活躍している施設、それから、まあ、今ファシリティマネジメントが進んでおりますので、そういった考え方もあるということですので、そういった両方の観点からですね、総合的に判断していく必要があろうかなというふうに思いますので、今後検討をですね、じっくり住民の皆様方と、まあ、一体となってというよりも、いろんな多くの意見を聞きながらですね、方向性を定めていく必要があるかなというふうに考えております。はい、以上、以上です。はい、今の答弁で理解しますので、ありがとうございました。はい、他にありませんか。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。はい、はい、野崎委員。はい、加工振興の関係というか、まあ、皆さん方がこう携わっていられるところ、所管されているところというのが儲けるところですよね。やはりここで儲けてもらうとではもならんというところですし、外に売って出て行ってもらっているというふうに思ってます。努力していただいていると思ってます。で、港の関係にしてもコンテナのですね、利用の方がだいぶ上がってきていると、非常に喜ばしいところなんですが、その分補助金も非常に上がってきていると、そこをどういうふうにして抑制していくかというところもですね、もう何でも言い続けさせていただいてますけども、非常に重要なところだと思うんですよね。早く八代港が独り立ちできるように、じゃあどうすればいいかというところで、まあ、そこは取り組んでいただきたいというふうに思ってます。あとスポーツ大会の誘致の関係、先ほども言いましたけれども、やはり施設の整備というのも、まあ、なくす施設も重要かもしれませんけど、作る施設もですね、安に必要なものは作らんといかんというような思いもありますんで、そういったところも含めてですね、早めにいろいろと検討をですね、進めていただいて、方向性の方を導き出していただけるようにお願いをしたいなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。委員長、よろしいですか。意見で。はい、山本委員。今日は副委員長の谷川委員長おられますけれども、30ページのですね、五箇所の観光施設の中で、呉子古代の里の資料館の平成2年度から前回も説明があったわけですけども、まあ、直営となるわけですが、直営となりますとどこかにやっぱり予算化はしてあると思うんですが、まあ、その予算化しながらですね、単独で市がその管理運営、そしてまたどういうふうなですね、活用なされるかというのはこれから期待をしておきたいと思います。ぜひとも日名子温泉、さっき言いましたけども、五箇所というこのやはり、歴史がある町を大切にですね、今本当に金川副議長あたりが現場で一生懸命頑張っておられるし、いろいろとこう予算化についてもですね、地域の住民の声を聞きながらですね、
やはりその町の良さというのを作り上げたいという気持ちがいっぱいあられると、まあ酒飲んでそういう話が出ますけども、まあそういうことを考えた中で、やはりそこまでの動線で行く、天から天に行くときには、先ほどではこの30ページの予算付けしてあった道の駅の問題ですよ。これですね、これがですね、私はきちっとした整備をさえ位置づけたならばですね、私はある程度また五箇所までいろいろとですね、観光のルートができる。これについても、まあ、山本町が答弁しておりました、まあ、国交省も接触しながらということを答弁しておりましたので、それが完全にこう出来上がるということを、私は、ね、国からですね、県からやっぱ執行してこうやってなんか努力をされ、これは本当に今回についてもですね、大変努力は担当職員を含めて、トップリーダーとしても山本部長のこの経緯なんですね。ほんで感謝しますよ。答弁なされたからいいんですからね。やりますという答弁をされたんです、今回で。ということを意見として述べさせていただきました。はい、他にありませんか。よし。なければこれより、採決いたします。議案第5号令和2年度八代市一般会計予算中当委員会関係分については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と、認め、本案は原案の通り可決されました。ちょっと紹介いたします。本会に戻します。次に、議案第43号令和2年度八代市一般会計補正予算第1号中、当委員会関係分を議題とし説明を求めます。まず、歳出の第6巻商工費について、経済文化交流部から説明願います。委員長、山本経済文化交流部長。はい、経済文化交流部部長の山本でございます。経済企業委員会に付託されました議案第43号令和2年度八代市一般会計補正予算第1号における経済文化交流部該当部分につきまして事象の中よりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。委員長。はい、中経済文化交流部次長。はい、こんにちは。経済文化交流部の中でございます。それでは、着席の上ご説明申し上げてよろしいでしょうか。どうぞ。それでは議案書の、その2、13ページを開きください。令和2年度補正予算書第1号でございます。官6、商工費で2200万円を増額し、補正後の額が20億1317万3000円となっております。財源はすべて財政調整基金繰入金を充てることといたしております。次に15ページをお開きください。その2となった。その2、はい、あ、こっち今度はこっちがその2、その2、それでは15ページをお願いします。15ページの2段目、官6、商工費、項1、商工費、目2、商工振興費でございます。金融円滑化特別資金利子補給事業といたしまして2200万円を増額し、補正後の額が11億3488万8000円となっております。内容の方は本日1枚ものの資料を別途配布いたしておりますので、そちらの方をご覧ください。表題が新型コロナウイルス感染症対策に伴う金融支援策確保利子補給についてというものでございます。よろしいでしょうか。これだ。今日配布しちゃう。この下、今日の案件の下の。それでは制度内容についてでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症により売上が減少した中小企業を対象として国及び熊本県が実施いたします
金融円滑化特別資金の融資を市内の事業者が受けた場合に、その金利分を市が補助するものでございます。期間につきましては市長の提案理由説明およびそちらの配布資料では3年間というふうにいたしておりますけれども、こちらを5年間ということで修正して提案をさせていただきたいと考えております。これはすでに受付開始をされた金融機関等の情報によりますと、中小事業者からのニーズが非常に高いということ、それから農林水産業に対する国県の補助制度、この後提案がございますけれども、こちらが5年間に延長されたということで、そちらとの均衡を図る、こういったことを総合的に勘案しまして、5年間ということで提案をさせていただきたいというふうに考えております。続きまして、対象となる事業者は融資を受けられた人のうち、そちらに記載しております4つの条件、こちらを満たされる方となります。適用期間は国および県が融資制度を開始した3月2日からとし、決議期間は令和2年度末までといたしております。また補助対象との期間は先ほど申しましたように5年間といたしまして、実績払いで年度末に支給を考えております。次に予算計上の積算根拠でございますが、これはリーマンショックへの対策として平成20年度から実施いたしました過去の利昇給事業の実績を参考としまして、1件あたり700万円で申請件数200件と見込んでおり、総額14億円の融資に対する利子分を補助金として確保したいと考えております。複数年度の支払いとなりますため、債務負担行為の設定についても合わせて上程し、総務委員会に付託されているところです。今回の補正では過去に一番割合が多かった5年返済で申し込みがあったとして積算し、初年度支払い分2200万円を予算計上したものでございます。参考として同条件で積算した場合、今回の補正分も含め総額6800万円程度と見込んでいるところです。今回の新型コロナウイルス感染症の影響については範囲が広くかつ深刻であり、国においてもさらなる経済対策を検討されているとのことです。今回も急遽修正をさせていただきましたが、本市におきましても地元事業者の声を丁寧に聞き取りながら積極的にかつ迅速に取り組んでまいりたいと考えています。以上、経済文化交流部関係の補正予算についてご説明申し上げました。ご審議のほどよろしく申し上げます。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ちょっと委員長よろしいですか。はい、山本委員。政策としてはこの利子補給というのは、私はそれはもう提案された件だからあれですけど、国県が無利子とあれを出したじゃないですか。今回17日から出したですよね、国の方が。あれについては据え置きがあるんですよね、ご存知でしょ。何年据え置きで何年、利子補給の利子補給って言っても、肩払いはどうせ払わないかわけですよ。貸し付けしていただいてから、その返済をしなきゃいけないわけですから、借り入れたならば。借り入れて返済するなんて、即もう、この対策の中で、1年来なかったときに、その年に、明くる年には、貸し付けの返還が即来るわけですね。もう性欲というのが一番魅力があって、その事業主もですね、大変利便性があると言いますか、その経営上助かるというような。国としては3年、今の制度、国の制度は3年ですよ。17日から発行したのは、制度発行したのは性欲が、それご存知でしょ。いや、提案はいいんですよ、これで。だけど利子の利子ですけどね、から無利子に利子の補給、利子の補給をされるというのは、支払いの利子の支払いの方法までここで書いてあるんですけども、なんか少しなんかあれこれでいいのかなというそういうふうな感じがするんですけども、そこら辺の認識はどうですか。は
はい、結構に考える関係で考えればいいわけですけども、はい、中、経済文化交流部次長。はい、こちらは、今回のご提案した分につきましては、あの3月2日から、スタートしました国県の制度融資に合わせた対策でございます。議員さんがあのお話ご紹介がありましたように、本日からスタートする国の対策というのがございます。でも、まあ、こちらの方がですね、詳細の部分というのが、まあ、私たちの手元にはまだこう詳しいところまで来ていないところなんですけども、こちらについてもまた市の方で内容を確認して対応が必要な分については、また追加してお願いするなど必要なものをやっていこうと考えておりますので、そういったあの据え置きですね、これ融資自体を実行するところが、まあ、融資の据え置きということを打ち出すかと思うんですけども、我々に関しては、まあ、さらに上乗せして支援できるものがあればそちらをやっていこうというふうに考えております。委員長、はい、これ確認事項ですから、私の方で何なんて言うか、ね、私の記憶の中で、今の国の制度の中でネットで出した場合にも、きちっとしたその、まあ、利子の無利子、そしてから無担保、無担保等々で、その制度の中で、受信時施行というかな、施行というかな、まあ、そういうことで、その据え置きが3年、1年から5年まで。というようなその制度が利用してくださいということで、国民金融公庫、まあ、国民金融政策ね、そういうあたり貸し付けで今なんか殺到しているようなという、そのネットに出とったんですけども、まあ、それについて、知っておられた上での、まあ、その制度を知った上でのですね、今回の補正の提案ならばですね、私はそれはいいと思いますけども、まあ、そのあたりは、まあ、少し私たちもその説明、私の本人ではそういうのを理解しているものですから、まあ、利子の中での利子補給という中で、もう利子というのは何で利子補給するのかなという、まあ、そういうこれは大変の感覚で今ちょっと見させていただいたということです。まあ、制度が違うというのは制度が違うということでいいわけですから、それは理解しますからですね。他にありませんか。はい、野崎君。はい、対象業種なんですけど、ここら辺ちょっと具体的にちょっと何件かをちょっと教えてもらえればと思いますけど。はい、田中商工政策課長。はい、商工政策課田中でございます。本日ご提案させていただきました件につきましては、熊本県の金融円滑化特別資金というものでございまして、3月2日施行ということで、あったものでございます。それに対しまして、うちの方が5年間の利子補給ということで今考えて今回ご提案させていただいたというものでございます。その後にもさまざまな、施策が今出ておるというところで認識しております。今お尋ねになった業種の部分でございますが、これにつきましては熊本県信用保証協会の施行令の方に基づいておりまして、これによりますと、農業、林業、漁業、金融、保険業以外の業種を対象とするということで今回になっておりますので、まあ、主にこれ以外の商業者等ですね、中小企業者というようなことで大きく、多岐にわたるものだというふうに認識しております。以上でございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、他にありませんか。はい、はい、上村委員。はい、今朝も有名もなんですが、テレビで各国の省庁からですね、毎日違うこういうあのいろんな事業が展開されてましてですね、で実際ここに届いてないもんはまだだいぶ出てくるんじゃないだろうかと思うんで、今からもうその都度かぶせてかぶせてっていうようなやっぱ二重補助みたいな部分もあるからですね、今後はあのまあ確認でき次第ということの形で議会に報告をいただいてですね、もう委員会を減るも何ももう今この一つ二つをある程度認めて早急に対策をしていかなければいけない状況であると思うから、やっぱり農水省もそうだし経済産業省もそうだし、いろんなとこからですね、もう毎日何か新しいのが出てますよって言ってテレビでも報道でもあってるからですね、そういうのは
ふかしてふかしてというような形でですね、今聞いとるのもおそらく会期末にはまた予測される部分じゃないだろうかな、うん、この1週間でということで、今が一番出てるんだろう、またこれから1週間が一番出るのか、年度末まで出るのかなというふうに思うからですね、ぜひ報告をいただいてですね、それに重なる同じような制度の部分であればですね、どんどんもう本会議でどんどん出していただいても結構だというふうに私は思いますけど、どうですか山本部長。いや本当毎日山本、経済文化交流部長。上村議員がおっしゃった通り、ご指摘の通り、本当に日々1週間ごとではなくて、それこそ半日1日ごとにさまざまな省庁からさまざまな状態、さまざまな対象の方々にを念頭に置いた、支援策というものが出てきておりますので、確かにおっしゃった通り、報告の方を、スムーズにできるように我々としてもしていただけると大変ありがたいと考えております。実はこの後ほら、さっきね、業種はというようなこともお尋ねあったのだと、この後は今度はですね、農水産、農水の政策課の方から同じ事業が出てきますよね、同じような事業がですね。で、これにプラスした話が昨日聞けたんで、私は今その確認をしたところだったんですよ。で、ある程度商店街の方の話も近頃ですね、いろいろ外に出る機会をですね、議会も縮小したりしてるもんだからですね、大変閑古鳥が鳴いてると、厳しいからどうにかしてくれというような話の中でですね、こういう制度があればですね、生き延びていって、またある程度のこのコロナウイルスが収束を迎えるというような予測ができる点でね、また元に戻ればですね、助かるかなということで思えばですね、これよりまだ小さい、もっと小さいですね、業種の皆さん方がと共にできるような形のですね、制度があれば、ぜひ早くお教えいただいてですね、議員さん方ももうみんなその言葉を聞いてるはずですからですね、了解をしてもらえると思いますんでですね、これは委員長、私から希望でございますのでですね、ぜひ早くいい政策はですね、表に出していただければなというふうにお願いしたいと思います。委員長ですか。部長が何か。ちょっと待ってください。はい。それじゃあ、予防ということですけども、一応答弁お願いします。山本経済文化交流部長。はい、ご指摘のように我々もさまざまな方々、直接業者の方々にお話を伺うこともあれば、商工会所や商工会の方々、各種組合の方々にお話を伺うこともあります。そのヒアリングによってですね、皆様 のお金の資金調達というものも非常に多様なもの、どの、金融機関、どの団体を通してどのように借りているか、あと条件で審査のプロセスというものも非常に多様になっております。ですので我々もきめ細やかにヒアリングをしておりますので、その都度、どのような方々にどのようなメリットがあるのかというものを意識しつつしっかりと対応していきたいと考えております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、山本に確認の確認とですね、今部長が答弁なされたこれ大事なことなんですよ。これ今の現状というのは日々に変わっていくじゃないですか、このコロナ対策というのは。ただですね、今回の補正に組まれた中での新型コロナウイルスの経営安定資金の利子補給についてのこの条文の5行の最後の下段を見てください。資金も3年間の無利子化が実施されるものですというですね。で、無利子化が実施されるものですということでなってるわけですね。で、これはもう無利子化になったんですよ、はっきり言ってから。もうなったんで、国の方は無利子ということで、だからこれ制度は違いますよ、制度は違いますけど、そういう中で今回については6800万という単独で予算化をするということであります。本当にいいことなんですよ。ただあとは借り入れてくれられるかくれらんかの話ですよね。ここなんで問題。だから今の政府が打ち出している、県は政府が打ち出したそのままそれにプラスするかしないか、市も一緒ですよ、それにどうプラスするか。で、山本部長が今詳細にということは、ものすごく異業種を超えた中で詳細が今のその意見集約されている、本当に大事なことです。いい今の答弁ですよ。私たちももう出しておりますから、この現象については、はい。そういうことで、ここについて今上村委員が言われて、議長が言われたように、この制度は制度として、私も賛成をしますから。
まあ、意見です、意見、意見でいいですか。はい、確認も、他にありませんか。はい、はい、谷川委員。はい、今の説明の中でですね、いろいろこうコロナ対策に本当にこう大変な時期にこういった制度ができて本当に嬉しく思います。そういう中でやはり、この対象というようなところがございますが、この4つの対象に該当しない場合という例も出てくるんじゃなかろうかというふうに考えるわけですが、まあ、例えば移住して、9ヶ月とか8ヶ月、まあ、それはまあ、審査の中で話し合いながらのことになろうかと思いますが、いかがでしょうか。はい、田中商工政策課長。はい、すみません、商工政策課の田中でございます。今回のですね、まあ、制度の再度確認でございますが、こちらが熊本県金融円滑化特別資金といいまして、まあ、今回このコロナウイルス関係でまず熊本県の方が、まあ、新聞等でもありますが、まあ、100億これ対策に準備したと、さらにプラス100億トータル200億準備したと、これにつきましては熊本県の方が、この中の保証料を全額負担するというような制度でございました。で、同じように、まあ、熊本市の方が今度は利子の方を3年間、全額補助するというようなものが打ち出されてございました。まあ、それと同じように私どもの方も今回は5年間ということで打ち出させていただくもので、ございます。で、まあ、今、副委員長の方からもございましたが、こちらの方で、書かれてございます対象につきましては、これが県のまず先ほど申しました金融円滑化特別資金というものの対象になった方で、まあ、県も保証料を全額補助する、さらには八代市に住んでいらっしゃる方の中では市が5年間利子を補助するというような制度になっておりますので、大元のこの4つの条件というのはどうしても県の制度に、になっていると、そこの条件をどうしても せざるを得んというようなところでございます。ただし先ほどはちょっとお話出ておりますが、まだ小規模事業者、さらには飲食業者等に対する支援等も今後国の制度としても出ておるやに情報も出ております。ただ今詳細を確かめつつですね、私どもも、それを踏まえて今後の展開をということで考えておりますので、そのような形で、対応していければというふうに考えております。ただ今回につきましてはこの金融円滑化特別資金の融資を受けた方というようなことで取り扱いをさせていただければと思います。以上でございます。よろしいですか。はい、ありがとうございました。他にありませんか。なければ、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければ以上で、第6巻商工費についてを終了します。執行部入れ替わりのため紹介いたします。次に、歳出の第5巻農林水産業費について農林水産部から説明願います。はい、委員長。沖田、農林水産部長。はい、それでは議案第43号令和2年度八代市一般会計補正予算第1号中第5巻、農林水産業費につきまして、福田次長に説明いたさせますので、ご審議方よろしくお願いいたします。はい、すみません、失礼いたしました。竹見次長でございます。竹見、手を挙げてください。竹見農林水産部、次長。はい、委員長、手を挙げてない、挙手ではない。挙手、はい。それでは、議案第43号、令和2年度八代市一般会計補正予算第1号中当委員会に付託されました農林水産部関係分につきまして説明をいたします。説明は着座にてさせていただきます。はい、どうぞ。それでは、別冊八代市議会、3月定例議会議案その2の議案第43号、令和2年度八代市一般会計補正予算第1号15ページをお願いいたします。官5農林水産業費、高1農業費、木産農業振興費で
補正額1180万円を計上し、補正後の金額を6億6117万9000円とするものです。新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した農林漁業者に対し、国及び県が実施する新型コロナウイルス対策経営安定資金を市内の農林漁業者が借り入れた場合、資金の金利負担分及び保証料を補助し、無担保無保証人の借り入れで無利子化を図るものです。利子補給の期間は当初3年間で計画されておりましたが、昨日変更になり利子補給期間が5年間に延長となりました。事業内容としましては、対象を夏季栽培農家、乳牛肥育農家、その他の農林漁業者計100件と想定し、利子補給補助金820万円、保証料補助金360万円を予定しております。なお、特定財源として、県支出金765万7千円、区入れ金414万3千円を予定しています。以上で一般会計補正予算第1号中農林水産部関係分の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか？なし。なければ、以上で、質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なし。ければこれより、採決いたします。議案第43号令和2年度八代市一般会計補正予算第1号中、当委員会関係分については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。次に議案第13号令和2年度八代市呉子財産区特別会計予算を議題とし説明を求めます。以上。豊田農林水産政策課長。はい、農林水産政策課豊田です。どうぞよろしくお願いします。それでは議案第13号令和2年度八代市呉子財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。着座にての説明をお許しください。はい、どうぞ。予算書は173ページから182ページでございます。まず175ページと176ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額それぞれ28万1000円を計上いたしております。ページめくりまして180ページをお願いいたします。まず主な歳入でございますが、ページ下にあります間に繰入れ金項1基金繰入れ金目1呉子財産区基金繰入れ金で17万3000円、次のページ上段間3繰り越し金で10万円を計上いたしております。次に最初でございますが、間1総務費項1総務管理費目1一般管理費に18万1000円を計上いたしております。内訳といたしましては、年2回の開催予定しております財産区管理会、その委員7名の報酬8万3000円、報奨費といたしまして財産区有林と隣接者との協会立ち会いなどに対する謝礼1万円、需要費といたしまして地区内の防犯灯の電気代3万1000円と、財産区で管理しております呉子民部伝承館の施設整備設備、修繕料5万円の計8万1000円、積立金として、基金利子の7000円でございます。また間に予備費項1予備費目1予備費として10万円を計上いたしております。以上が令和2年度呉子財産区特別会計の予算でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について、質疑を行います。質疑ありませんか？なし。なければ以上で、質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なし。なければこれより、採決いたします。
議案第13号、令和2年度八代市久礼子財産区特別会計予算については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に、議案第14号、令和2年度八代市シーバル財産区特別会計予算を議題とし、説明を求めます。以上。豊田農林水産政策課長。はい、それでは議案第14号、令和2年度八代市シーバル財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。着座にての説明をお許しください。はい、どうぞ。予算書は183ページから192ページでございます。まず185ページ186ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額、それぞれ23万5千円を計上いたしております。190ページをお願いいたします。はい、主な歳入でございますが、ページ下にあります間2繰入金、項1基金繰入金、目1シーバル財産区基金繰入金で12万8千円、次のページ上段、間3の繰入金、繰越金で10万円を計上いたしております。次に歳出でございますが、間1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費に13万5千円を計上いたしております。内訳といたしましては、年2回の開催を予定しております財産区管理会、その委員7名の報酬8万3千円、報奨費として財産区有林と隣接者との協会立ち会いなどに対する謝礼1万円、これまでは久礼子財産区と同様でございます。また需要費といたしまして、地区内の防犯灯の電気代3万6千円、積立金として基金利子の6000円でございます。また間2予備費、項1予備費、目1予備費として10万円を計上いたしております。以上が令和2年度シーバル財産区特別会計予算の説明でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか？なし。なければ、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第14号、令和2年度八代市シーバル財産区特別会計予算については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。次に議案第15号、令和2年度八代市水道事業会計予算を議題とし、説明を求めます。はい、委員長。松田水道局長。お世話になります。水道局の松田です。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。議案第15号、令和2年度八代市水道事業会計予算について説明いたします。別冊になっております予算書の1ページをお願いいたします。まず予算の概要でございますが、第2条の業務の予定量では給水戸数が15,900戸、年間総給水量が376万9000立方メートル、1日平均給水量は13,260立方メートルと見込んでおります。主要な建設改良事業では水源地関係の改良工事としまして、減水設備改良費2億1,629万6千円、給水区域内の新規排水管敷設工事として排水設備拡張費5,027万1千円、老朽管の敷設替えなど排水設備改良費1億1,282万1千円を予定しております。次の第3条は水道事業の運営に関する収益的収入及び支出でございます。収入では水道事業収益として総額5億5,585万5千円、2ページの支出では水道事業費用として総額4億9,681万6千円。差引収支は5,903万9,000円の黒字を見込んでおります。次に第4条、
資本的収入および支出でございますが、収入では企業債および工事負担金として総額2億795万9千円。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと紹介して。ちょっと紹介して。に戻します。次に第4条資本的収入及び支出でございますが、収入では企業債及び工事負担金として総額2億795万9000円、支出では建設改良費や企業債償還金として総額4億6695万3000円を計上しております。なお収支差し引きで不足する2億5899万4000円については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで補填することとしております。3ページをお願いいたします。第5条と第6条ではそれぞれ企業債及び一時借入金の限度額、次の第7条と4ページの第8条では経費の流用に関する事項、次の第9条では揚水器等の棚卸資産購入に係る限度額を定めております。次の5ページからは水道事業会計予算に関する説明書でございます。7ページをお願いします。11ページまでが予算の実施計画でございますが、詳細につきましては21ページからの予算明細でご説明します。12ページをお願いします。そういうことか。予定キャッシュフロー計算書でございますが、令和2年度における資金の動きに関する情報を業務活動、投資活動、財務活動の区分に分けてそれぞれの増減予定額を表したものでございます。1の業務活動によるキャッシュフローは水道料金収入等による現金の増加や事業運営経費にかかる現金の減少を示しております。2の投資活動によるキャッシュフローは設備投資に伴う固定資産の取得や売却などにかかる現金の収支を示し、3の財務活動によるキャッシュフローは企業債の借入による現金の増加または償還による現金の減少を示しています。1から3を合計した4の当年度の資金増減額は3258万5千円の減少、6資金期末残高は4億6112万4000円と見込んでおります。13ページをお願いします。前年度決算見込みによる企業の経営状況を示した令和元年度予定損益清算書でございまして、14ページの下から4行目の当年度純利益は8339万9000円を見込んでおります。15ページをお願いします。企業の財政状況を明らかにするため、企業が保有するすべての資産、負債及び資本を総括的に表示した貸借対照表でございます。17ページまでが令和元年度末の予定貸借対照表、18ページから20ページまでが令和2年度末の予定貸借対照表でございます。21ページをお願いします。これより30ページまでが1ページ第3条の収益的収入及び支出及び2ページ第4条の資本的収入及び支出に係る節区分までの詳細な内容でございます。主な項目についてご説明します。まず収益的収入の間1水道事業収益、項1営業収益でございますが、使用料などの目1給水収益5億1740万9000円、消火栓修繕に伴う目2受託工事収益749万1000円、竣工検査手数料などの目3その他の営業収益262万3000円の計5億2752万3000円を計上しております。22ページをお願いします。項2営業外収益2832万円でございますが、目2の会計補助金42万円は企業職員の児童手当拠出金に対する一般会計補助金でございます。目3の長期前受け金領入2602万6000円は過去に補助金等で取得した償却資産の当年度減価償却費の
当該補助金相当分を収益化するもので、現金の収入はございません。次に、江さん、特別利益でございますが、可燃度分収益の調停を増額する可燃度損益修正益など1万2000円を計上しております。続きまして、収益的支出についてご説明します。23ページをお願いします。間1、水道事業費用、項1、営業費用、目1、減水及び浄水費、8821万1000円は水源地関係の費用でございまして、主なものは一般職2名分の人件費や水源地の運転管理、水質検査業務の委託料及び施設の動力費などでございます。24ページをお願いします。目2、排水及び給水費、8185万円は排水及び給水施設にかかる費用でございまして、主なものは一般職3名及び再任用短時間勤務職員1名の人件費や排水管・給水管の修繕費、漏水調査業務の委託料でございます。前年度に比べ1139万7000円の増となっておりますのは、一般職1名及び修繕費の増加等によるものです。25ページをお願いします。目3、受託工事費、1679万4000円は旧排水管の切り替え工事等の受託工事に要する費用でございまして、主なものは一般職2名の人件費や下水道工事等に伴う水道管移設工事費でございます。目4、総掛かり費、9357万5000円は一般事務経費など事業全般に関連する費用でございます。主なものは一般職4名の人件費や水道料金徴収等事務委託でございまして、委託料の減により、現年度に比べ366万4000円の減額となっております。26ページをお願いします。 目5、減価償却費、1億7068万6000円は施設の耐用年数に応じて費用化するもので、現金の支出はございません。27ページをお願いします。項2、営業外費用でございますが、目1、支払い利息及び企業債取扱い諸費、1725万3000円。目2、消費税及び地方消費税、1980万円など、3705万4000円を計上しております。項3、特別損失、70万2000円は、主に可燃度収益の調停減で、可燃度損益修正損でございます。項4、予備費は前年同額の300万円を計上しております。28ページをお願いします。資本的収入及び支出についてご説明します。まず収入でございますが、間1、資本的収入、項1、企業債、目1、企業債、1億9300万円。これは新庁舎建設に伴う松江城水源地更新工事分でございます。次に、項2、工事負担金、目1、高い系負担金、198万円は、消火栓設置に対する一般会計負担金、目3、その他工事負担金、1297万8000円は、下水道工事に伴う移設保証でございます。次に、29ページの支出でございますが、間1、資本的支出、項1、建設改良費、目1、減水設備改良費、2億1629万6000円は、主に新庁舎建設に伴う松江城水源地更新工事費、1億9300万円でございます。目2、排水設備拡張費、5027万1000円は、八千葉地区などにおきまして、75ミリから450ミリの排水管639メートルを新規に敷設するものでございます。目3、排水設備改良費、1億1282万1000円は、八千代地区などにおきまして、老朽化した50ミリから200ミリの排水管、1544メートルを改良するものでございます。目4、営業設備費、1018万1000円は、主に水道情報管理システムの更新費用でございます。30ページをお願いします。項2、企業債償還金、7638万4000円ですが、今年度は企業債1億9300万円の新規借り入れを予定しておりますので、
記載の期末残高は9億6385万7000円でございます。甲3予備費は前年同額の100万円を計上しております。31ページから38ページまでは給与費明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書でございますが、説明を省略させていただきます。令和2年度も公共の福祉の増進のため、安全で安心な水の安定供給に努めるとともに、持続可能な水道の実現のために県電経営に努めます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。なし。なし。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なし。なければこれより採決いたします。議案第15号令和2年度八代市水道事業会計予算については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り、可決されました。次に議案第16号令和2年度八代市簡易水道事業会計予算を議題とし説明を求めます。はい、委員長。松田水道局長。はい、引き続きよろしくお願いします。それでは茶座にて説明させていただきます。あ、どうぞ。まず簡易水道事業におきましては、昨年度まで特別会計での予算でございましたので、企業会計としては初めての予算となります。よって前年度比較については説明いたしませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは議案第16号令和2年度八代市簡易水道事業会計予算についてご説明します。別冊になっております予算書の1ページをお願いします。予算の概要でございますが、まず第2条の業務の予定量では、給水戸数は2200戸、年間総給水量は45万6000立方メートル、1日平均給水量は1250立方メートルと見込んでおります。主要な建設改良事業では、水源地改良の改良工事として減水設備改良費3964万4000円、老朽管の敷設替えなど排水設備改良費367万8000円を予定しております。第3条簡易水道事業の運営に関する収益的収入及び収支でございますが、収入では簡易水道事業収益として総額2億5890万1000円、2ページの収支では簡易水道事業費用として総額2億5465万9000円、差し引き収支は424万2000円の黒字を見込んでおります。次に第4条資本的収入及び収支でございますが、企業債など資本的収入として総額9316万6000円、施設整備費や企業債償還金など資本的収支として総額1億3702万8000円でございます。なお収支差し引きで不足する4386万2000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで補填することとしています。次に3ページの第4条の2、特例的収入及び収支でございますが、こちらは企業会計移行に伴いまして、出納整理期間のない打ち切り決算を行う、令和元年度末における未収金及び未払い金について、令和2年度に限り計上するものでございます。次に第5条と第6条では、それぞれ企業債及び一時借入金の限度額を、次の第7条と 4ページの第8条では経費の流用に関する事項を定めております。次に第9条高い系からの補助金ですが、簡易水道事業会計の経営基盤確立のため一般会計から補助を受ける金額は1億1930万円を予定しております。次の5ページからは簡易水道事業会計予算に関する説明書でございます。7ページをお願いします。10ページまでが予算の実施計画でございますが、詳細につきましては18ページからの予算明細でご説明します。11ページをお願いします。予定キャッシュフロー計算書でございますが、1から3を合計した4の当年度の資金増加額は
349,000円、6の資金期末残高は1,783,400円と見込んでおります。次に12ページから14ページまでが企業会計のスタートである令和2年4月1日時点での予定開始貸借対象表、15ページから17ページまでが企業会計の決算時点である令和3年3月31日における貸借対象表でございます。18ページをお願いします。これより24ページまでが1ページ第3条の収益的収入及び支出及び2ページ第4条の資本的収入及び支出にかかる節分までの詳細な内容でございます。主な項目についてご説明します。まず収益的収入の主なものでございますが、間1簡易水道事業収益、項1営業収益、目1の給水収益は783,400円でございます。目2受託工事収益1,358,000円は消火栓修繕費にかかる修繕工事収益で、その他の営業収益と合わせました営業収益の経緯は7,973,400円でございます。19ページをお願いします。項2営業外収益でございますが、目2の高い系補助金6,940,900円は主に職員の人件費や利子償還金に対する一般会計補助金でございます。目3長期前受け金例入1,815,300円と雑収益102,000円と合わせました営業外収益の経緯は1,776,500円でございます。次に項3特別利益1,502,000円は主に令和元年度分の消費税還付金でございます。続きまして収益的支出についてご説明します。20ページをお願いします。間1簡易水道事業費用、項1営業費用、目1減水及び浄水費4,465,100円は水源地及び浄水場関係の費用でございまして、主なものは施設47箇所の水質検査業務、水源地及び浄水場の管理業務委託料、修繕費や動力費でございます。目2排水及び給水費516,100円は排水及び給水施設にかかる費用でございまして、主なものは排水管及び給水管の修繕費、漏水調査業務の委託料でございます。21ページをお願いします。目3総掛かり費4,107,300円は一般事務経費など事業全般に関連する費用でございまして、主なものは一般職4名及び再任用短時間勤務職員1名の人件費や検診業務に要する経費でございます。目4減価償却費は1,4384,000円でございますが、施設の対応年数に応じて費用化するもので現金の支出はございません。以上、営業費用合計2,3472,600円を計上しております。22ページをお願いします。項2営業外費用でございますが、目1支払い利息及び企業債取扱い所費1,418,200円、目2消費税及び地方消費税150,000円、こちらは令和2年度分の消費税納付予定額予定分でございます。項3特別損失、目3のその他特別損失372,000円は令和2年6月支給分の期末勤勉手当と法定福利品のうち、令和元年12月から翌3月までの可燃度分にかかる費用でございまして、企業会計以降初年度のみ損失特別損失として計上するものでございます。項4予備費は50,000円を計上しております。23ページをお願いします。資本的収入及び支出についてご説明します。まず収入でございますが、間1資本的収入、項1企業債、目1企業債4,140,000円、これは整備工事分3,900,000円とダクト系購入分240,000円でございます。次に項2工事負担金、目1高い系負担金187万4000円、
これは消火栓設置費にかかる一般会計負担金でございます。次に当3、目1、高井系補助金4989万1000円、これは元金償還金に対する一般会計補助金でございます。次に24ページの支出でございますが、間1、資本的支出、項1、建設改良費、目1、減衰設備改良費3964万4000円、これは主に坂本町川原谷地区簡易水道整備工事に伴う実施設計721万6000円、泉町小丸地区簡易水道整備工事3000万8000円でございます。目2、排水設備改良費367万8000円は別に、主に坂本町中津道地区内の護岸工事及び県道改良工事に伴う排水管移設工事費345万4000円でございます。目3、営業設備費29万円は主に検診機購入25万7000円でございます。次に項2、企業債償還金9291万6000円ですが、今年度は企業債4140万円の借り入れを予定しておりますので、記載の期末残高は13億9199万8000円でございます。項3、予備費は50万円を計上しております。25ページから32ページまでは給与明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書でございますが、説明を省略させていただきます。令和2年度も公共の福祉の増進のため、安全で安心な水の安定供給に努めるとともに、今後は平成29年に策定いたしました経営戦略の見直しも含め、持続可能な水道の実現のため健全経営に努めてまいります。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第16号、令和2年度八代市簡易水道事業会計予算については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。